どうも、かーちゃんです。ということで今日は白菜がある程度大きくなってきた時に気をつけてほしいことについて説明していきたいと思います。で、白菜なんですけど、結構僕の家でも大きくなってくれて結球するようになりました。なんですけど、まだしっかりとした収穫時期にはなっていないので、まだこのまま置いてしっかりと葉っぱが結球して中の葉っぱっていうのが詰まってくれるのを今待っている状態です。白菜どのようにして僕の家で食べているのかというと、キムチにするとか、あとはミルフィーユ鍋とか、普通の鍋にして食べたり、あとはすき焼きとかにして食べています。本当、僕の家の白菜っていうのはとても甘いです。やっぱりスーパーとかに並んでいるものと比べたらもうめちゃめちゃ甘さがあって美味しいと自分で思っているので、こういう甘さがある白菜っていうのも、家庭菜園とかで育てていると分かると思うんですけど、やはり市販のスーパーのもので買ったものよりも自分で育てた白菜を、生の新鮮な白菜っていうものを食べると甘さっていうのがとても分かります。で、僕ん家でも犬ずっと飼ってるんですけど、その犬もやはりこの白菜の葉っぱとかっていうのが甘いっていうことを知ってるので、もう犬も病みつきになるぐらい美味しい白菜となっています。なので皆さんのお家でもワンちゃんとか飼ってる方いると思うんですけど、そういう方は自分で育った冬野菜の芯の甘い部分っていうのを、ワンちゃんとかにあげて食べさせることもできますので、ぜひ自分で育ててみて甘い白菜っていうのを収穫してみてください。で、白菜を育てている人の中で、ある程度結球しだしてもう何もお世話しなくても大丈夫だろうって言って安心してしまう方もいると思うんですけど、やはり収穫する手前で安心してこの白菜何もお世話をしないで見ておかないと収穫できなくなってしまうなんていう場合もあるので、最後収穫するまでしっかりと毎日白菜を見てあげるっていうことが必要になってきます。なので今日は白菜収穫直前間際なんですけど、どのような点で失敗してしまうのかっていうのを詳しく説明するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。現在の白菜の様子です。はい、こちらが現在の白菜の様子です。こんな感じでバーっていっぱい白菜が育っています。で、ここの一番手前の部分ですね、ここの苗なんですけど、これは本当にちっちゃい苗を植えました。でも苗がなかったんで、ちょっとこのちっちゃいのこの端っこに実験的に植えたんですけど、やはり苗が小さすぎるとこのようにして全然葉っぱが今の時期になっても丸まってないなっていうのが分かります。で、この前の動画でも言ったんですけど、なかなか結球しなかったものに関しましては、このままずっと置いといて結球をさせてあげるっていうのも一つの手ですし、あとはこれを残して春先に菜花として食べることもできるので、どっちにしろこいつは残しておきます。で、同じ時期にこれ植えたんですけど、こっちはしっかりと丸まってきてくれています。なのでやはり苗の大きさ一つとってもこのようにばらつきっていうのが出てしまうので、皆さんも気をつけて白菜の苗植えるときは注意してあげましょう。白菜が失敗してしまう原因を3つ説明していきます。1つ目が病気、2つ目が肥料不足、3つ目が過失です。それぞれ詳しく説明していきます。1つ目の病気対策からです。この収穫間際に関して、白菜っていうのは病気にかかってしまうと食べられなくなってしまいます。なんていう病気が出るのかというと、軟腐病って言って、白菜の下の方が腐っていて、それを収穫するときにやっぱり気づくんで、その収穫したらもう白菜の下の部分がドロドロになってしまっている、または腐ってしまっているっていうことになります。なのでこの軟腐病っていうのはとても注意してほしい病気の一つです。白菜のこの軟腐病っていうのがどのような場合できるのかというと、傷口から入ってきて軟腐病っていうのは進行します。なので虫に食われてしまっていたり、あとは何かしらの原因で白菜の下の方の葉っぱっていうのが傷ついて、そこから菌が侵入してだんだん下の方から腐っていく病気となります。で、軟腐病っていうのは本当に腐っているので、とても匂いが臭くなる時があります。で、この軟腐病なんですけど、やはり栽培の初期に虫食われがひどい白菜の苗だと病原菌が入る確率が高くなります。で、なのでやはり虫被害にも合わせないっていうのが、この病気対策の第一歩だと思っておいてください。軟腐病になってしまうと、最悪皆さんの場合ですと軟腐病が出なくなるところまで切って、それより上の方の白菜っていうのは食べることができると思うんですけど、僕とか他の農家さんとかは軟腐病の
この白菜っていうのはもう捨てるしかないです。なのでなるべくこの病気を出さないためにもこの害虫被害とかをしっかりと意識して育てることが必要になってきます。でまたは軟腐病っていうのはまあ病気ですのである程度殺菌剤とかをまくことによって抑制することができます。で皆さんの育てる場所で軟腐病が出やすいよっていう方もいると思うんですけど、そういう方に関しましては殺菌剤を使うようにしてください。で軟腐病っていうのはもうなってしまったら治るっていうことはないんですけど、まあ、出やすい畑の人とかに関しましては殺菌剤を先にまいておくことによって軟腐病が出るのを防ぐっていうことができます。軟腐病が毎回出て防ぎたいよっていう方に関しましては白菜、軟腐病、農薬などを調べてどのような薬が自分のところに合うかっていうのを試してあげてください。あとは他の動画でも言ってんですけど下葉のカットっていうのをしっかりとすることによってそこから腐ってしまうっていうのも避けることができると思います。なので時間がある方っていうのは下葉のカットもしっかりとしてあげましょう。2つ目の肥料不足です。で白菜に関しましてはこのやはり結球するときにたくさん栄養を使います。なので皆さんの中では結球段階まではよく育っていたんですけど結球し始めてからあまり育たなくなりましたっていう方に関しましてはもう畑の中にある肥料っていうのが切れてしまった証拠なのでそういう方に関しましては追肥っていうのを行うようにしてください。この追肥に関しましても品種ごととかで追肥の回数っていうのが異なります。早生の白菜ですとやはり早く収穫できるので追肥っていうのがまあ1回とかでも全然大丈夫です。逆に奥手とかの白菜に関しましては成長するのがちょっと遅めになりますので追肥っていうのが2回ぐらいしてもいいと思います。まあ、なんでそれぞれ白菜のこの品種に合わせて追肥っていうのを行ってください。で僕の家ではもう白菜っていうのは追肥をしないで育てています。まあ、なんですけど初心者の方とかではまだやはりそこら辺加減が難しいと思うのである程度肥料の量っていうのを追肥で調整してあげてもいいと思います。マルチで育てている方に関しましては白菜と白菜の間に穴を開けて追肥するっていう方法をとってあげましょう。であとはこの追肥僕の家では基本的に化成肥料っていうものを使っているんですけどまあ液体肥料っていうのを撒いても大丈夫です。液体肥料っていうのはとても速効性があるものですのでやはりその都度その都度おすすめします。どのぐらいのペースで上げればいいのかというと、まあ、1週間から10日ぐらいの間で1回ずつ上げるようにしてみてください。まあ、そこら辺もやっぱり育っているところの環境とか白菜の様子を見ながらしっかりと決めていった方がいいと思います。最後3つ目が過湿です。やっぱり過湿状態になってしまうと白菜にとってあまり良くないです。で僕の家ではもうこのある程度大きくなったらもう水やりっていうのをしないです。まあ、堆肥とかも入れて、まあ、水持ちをとても良くしている畑なのである程度雨が降らなくてもこうマルチをしているので中の水分っていうのがカラッカラに乾くことはないです。まあ、自然に降る雨の量で全然大丈夫なんですけどやはり雨がたくさん降るっていう場合もあります。で雨が長期間降ることによってもう過湿状態になってしまうこともあるのでそういう場合にはやはり下葉の除去などをしておくことによって通気性の確保だったりあとは水が溜まりやすい畑で育てている方に関しましてはシャベルとかで穴を掘っておくことによってそこに水が溜まってこの白菜のところの水を流す状況にしてあげましょう。で水溜まりがある畑の特徴としましてはこの手前の部分が少し高くなっていて奥の方が低いってなっているとやはりこの傾斜の部分ですねがこうやって水が降ってきても溜まるっていうかこの流れてくるのでこちらがこの低くなってる側に2箇所ほどこの穴を開けてあげることによってそこに水が溜まってくれて畑の中に水たまりがあまりできなくなったりします。水はけが悪い土地で白菜を育てている方に関しましては対策してあげてもいいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。